楊剣は、中国の隋の初代皇帝。商名は、奈良のべ。送り名は、文皇帝。平号は、皇祖。第二代皇帝、楊代の父。楊剣は、北州の大将軍の楊忠氏と、玉桃の間に生まれた。妖氏は、漢民族で、五漢の養親の末裔を称し、高能軍会員権を本願とした。 しかし、漢民族出身ではなく、北方移民族の先輩の、広氏六女子の子孫という説があり、布目牛を八怪獣、宮脇淳子、岡田秀弘、加藤徹る、富山軍司、戸波守、佐藤聡四水、伊達宗洋氏、小林道則、梅原武氏、渡辺昭一、高文雄、塚本青文、古田博氏、宇山拓江、島崎進、上田武氏、 孫、坂屋剣などが、戦費説を支持している。一方、貝塚ズ主劇、常ネイシ・シゲル、アーサー・エフライトなどは、漢民族と戦費の根血を主張している。随所の、本義には、妖剣の誕生に関して、以下の話を載せている。妖剣が生まれたのは、541年6月13日、生まれた場所は、氷翼の般若寺という仏寺であり、妖名は、 混合力士を表す奈良述べであったという。この時代、熱心な仏教信者でなくとも、名前に仏教語を使用するのは、一般的なことではあったが、要件の場合は、ウバ役を引き受けて養育したのが、佐都千仙という二層であったという。このようなことから、要件は、幼少の頃から仏教に親しみを持っていたものと考えられる。また、 初等の御法双法林の弁正論によると、その般若寺は、北州部帝の廃物によって、廃壊されたが、要件は即位後の585年に出生地を、懐かしみ、父母への追善供養の意味も込めて、その場所に、後の日本の国分寺に相当する大広告寺を、建立し、華麗な将軍を施された道東伽藍を建立したと、記している。要件は、14歳の時、 慶長院の節氏に召されて高層となった十五歳で、父の功績により三騎上司、斜気大将軍、義道三子となり、刺激健康に封じられた。十六歳で、表記大将軍に転じ、開府義道三子の位を受けた。北州の明帝が即位すると、右込み野となり、対抗軍校に進んだ。武帝が即位すると、左込み野に転じ、 随州志士として出向し、クライは大将軍に進んだ。父のよ忠たの死後、随国公の爵位を継いだ。北西の平定にも先行を挙げ、クライは柱国に進み、定州総監に任ぜられた。後に白州総監に転じた。五百七十八年、養賢は長女のよう霊家を北州の剪定の皇后として立てさせ、自身は上柱国。 大芝となって、権力を振るった。579年、第五進、右、司岳となり、大舞儀に転じた。580年5月、陽州総監となるが、先定が死去したため、陽県は政帝の下で、左大上昇となり、北州の実権を掌握した。6月以降、上知啓、芝湘南、王県らに反乱を起こされたが、 要件はこれを武力で鎮圧した。9月には大上昇となり、12月には、小国、総百期、都督内外所軍事、随王に登った。翌581年2月、政帝から禅上させて皇帝に即位し、随朝を開いた。同月中のうち、愚痴かのりの進言を受けて、文帝宇文安氏の孫の皇宇文館、貴公、宇文あや、 高民庭うぶん里子のこの気候、う分ん包み、明庭うぶんのこの子を、う分ただし、総工うぶん実る、武庭うぶのこの韓国公、う分三、新国公、う分二にえ、総国公、うぶん誠、同国公、う分んつる、西国公、う分直し、京国公、う分元、源、先庭分ぶ院のこの来国公、う分栄国公、う分ん術ら、 北州の皇族の部分氏一門を多数殺害し、そして5月には、スケ国皇に、交付されていた宇文んを暗殺した。要件は、大皇上をととして定めた。そして587年には皇領を、589年には、陳を滅ぼして、精神滅亡以来約300年にわたり、乱れ続けてきた中国全土を統一することに、成功した。 598年には公栗に対し第一次公栗遠征を行った。要件は内政にも力を注いだ。まず、海洋律令を交付、中央官制を三省六部に整え、さらに地方に対しては軍を廃して、州、県を設置した。また、官僚の東洋においても、九本中正法を廃止し、新たに、下挙制度を設けた。さらに、貨幣の統一。 不平性や、近伝性などの新制度を設けるなど、中央集権体制を盤石なものとした。また、仏教の交流にも尽力し、その仏教を重視した政策は、仏教遅刻策とまで称せられた。養賢の長男の養威サムが、皇太子に建てられていたが、独古皇后や妖空の格策で拝着され、次男の妖広氏が代わって太子に建てられた。604年。 妖軒は、忍術偶で、病の床についたが、妖広氏が、妖軒の長愛する、千花夫人に手を出そうとしたことを、難を逃れた夫人から直接聞いて、畜生に、なんで大事を託せようか。毒子がわしを謝らせたのだと言い、我が子を呼べと叫んで、妖勇を呼び出そうとした。その直後に妖軒は亡くなった。去年十四、病床の妖軒が、敗退し、 用意サムを呼び出そうとしたことを、龍術、元元元が、要素に報告し、要素が、大使、楊広氏に報告すると、楊広氏が、長江を、楊剣の神殿に派遣し、夫人や、高級の自従が、別室に離れた直後に、楊剣は亡くなったとする。以上の説は、宮崎一さだが、隋の楊体で説くように、楊体の暴君伝説が様々作られる中で、 成立した部分が多いようである。当初に成立した随所では本義ではなく列伝第一公秘伝に記されている。随所は国伝によれば六百年に和王たり思えきた子が使者を送ってきたとされるが、この遣随史の記録は日本初期にはない。使者が和王は天を兄とし、日を弟としていますなどと説明したため、要件は、それは はだ不合理であると言って、これを改めさせたという。ありがとうございます。